皆さん、こんにちは。ハワイ圭介です。本日2023年2月23日、朝の8時20分なんですが、成人天皇陛下へお誕生日おめでとうございます。まあ、まだちょっと寝起きで、頭の中ぼーっとしてるんですけども、昨日、日付がこうちょっと1日ずれていて23日かと思って、まあ昨日が、天皇陛下の誕生日で、もともと能登半島の地震によって、金華新年の挨拶が、これが、確か今日される予定だったと思うんですけども、それが一瞬昨日かと思って、まあいろいろと段取りを急いでしなきゃみたいな形になってたんですけども、こういう風なメッセージ、まあそれによって東京の方が晴れたりだとか、気温が上がればいいなと思って、まあ対応しようと、思っていたところです。で、まあ昨日インターネット記事で、即位の礼の時でしたっけ、夜に、外に出てこられて、まあ、一般人の方が、その即位の礼に関して、まあ、お祝いに、参列されていたと、まあ、そういった記事とかを見て、あ、そういえばその時そういうふうなことがあったなと、まあそういうふうなことを、思い出していました。まあその嵐というアイドルグループが、まあ何か一曲披露されたんですかね、それかその曲を、演奏者の皆さんが演奏されていたのか、まあ、なる人様の方にこれ伝わってるかどうかわからないですけども、私の作ってるホームページ、淡井圭介の履歴でですね、65番の近くに、少し上の欄、4つ目か5つ目ぐらいのところに、日本の歴代の男性バンドベスト100、私の感覚ですっていうところがあるんですけども、まあ、もしかしたらそちらの方が耳に入ってるかもしれませんけども、まあグレイの皆さんだとかビーズの皆さんだとか、まああとちょっと聞いたこともないようなバンドの方たちで、まあ、すごく良い曲を歌われてる方たちの曲を、まあ、選んで、まあ、アクセスできるように制作してたりしてるんですけども、まあ、もしよかったらそういうのも、まあ、時間ある時とか、息抜きしたいなっていう時聞いていただけたらなと思います。まあ、ビーズの皆さんも、まあ、僕からの提案で曲を作っていただいたりだとか、あとグレイの皆さんも、僕が、まあ、2011年以降に SD カードを高島彩ルート宛てに送って、まあ、国会議員の人たちに、まあ、政治家経済のこととかも、聞いていただいたりなので、まあ、あと僕の結婚問題ですね。まあ、それについてグレイの皆さんも、よく知ってくれていて、もともと、まあ、フルツラパークに1997年8年ぐらいの頃、一緒に働きに来たりだとか、グレイの皆さんやビーズの皆さんも、まあ、他にもいろんな、有名どころの、まあ、バンドの方たちもいらっしゃるんですけども、まあ、そういうふうな部分もあって、いろいろと僕に気遣っていただけながら曲を作ってくれたりしています。まあ、動画の再生回数とかを見たらびっくりしますね。この曲だったらちゃんと海外にマーケティングとかしていたら、再生回数が億を超えても全然おかしくないっていうような曲が再生回数2万とか3万とか、まあ、曲によっては何十万とか、まあ、100万ちょっとだとか、そういうのがいっぱいあるんですよ。で、非常にもったいない。で、まあ、ベスト100に選ぶようなところは、まあ、
海外の方に聞いていただいても、まあ、差し支えないように綺麗な歌詞の、ものを、選んでいます。だからまあその曲を聴いていただいたら、まあグレーの皆さんやビーズの皆さんが、まあ、ビーズの方はあのまだアルバム曲とかをこう聴いて、セレクトしてるわけじゃないので、まあ全ての良い曲、まあ、私の方で厳選したもの、ビーズの皆さんの曲が全て、アクセスできるようになっているわけじゃないんですけども、まあそれでもまあそこそこの曲は、聴けるようになっています。まあそれが僕からの徳仁天皇陛下への僕からできる、まあ、ギフトというか、まあそういったところですね。まあちょっと気がかりなのは今日の東京都の気温、最高気温が5度というすごく低い気温。まあその少し数日前が、関東の方でも、最高気温が20度を超えたりだとか、まあ、一部、かなり高い気温になってましたけども、その後、寒気が降りてきてと、まあタイミング的には多分バレンタインデーがこう多分佳子さんは来てくれたと思うんですよ。まあ14日、まあこれは佳子さまにも聞いていただきたいんですけども、14日の、少し前の日に宇賀夏実の声と佳子さまの声で私が入れる私が入れるっていうことで僕の方に体温が来てたことがあるんですけども、まあその後、まあその時はすごくその日睡眠不足でもうちょっとノックダウン状態でまあその日に来たのか、その次の日の時とか、まあ14日までの間に11日から14日の間で、まあそういうふうなこととかいろいろあって、で、うん、まあ残念ながら会うことはできなかったんですけども、まあその後報道ステーションで、今日ニュースになってたはずなんですがっていうことを、安藤桃というアナウンサーが言っていて、だから佳子さまと合流して、ニュースになっていたのかなっていう部分と、あとまあこれはもう聞かれてるかもしれませんけども、まあ今日もねちょっと天皇陛下の誕生日ですから面白い話もやっぱり一緒に作っておかなきゃ伝えておかなきゃならないかなということで、あと一般の方が聞かれても UFO ロボグレンダイザーっていうものがあるんですね。まあ、グレンダイザー U っていう名称で、リメイクされたもの。まあ、もともとサウジアラビアの方とかで放送させていただいて、あちらのスタッフとかと、まあ、日本のスタッフで合同で、まあ、作られたものが、一応今年放映される予定なんですけども、まあ、そこでグレイの皆さんが、作っていただいた曲は、会心の一撃っていう曲なんですね。会う心の一撃と。でまたそのストーリーがね、もともとグレンダイザーっていうアニメのストーリーが、まあ砂漠で記憶をなくした、男がっていうようなところで、ね、まあ、昔の僕、まあいろんな人たちとの出会いを忘れていた僕みたいな形とちょっとまあリンクするところがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ昔もねこういう方いらっしゃったんですよ。その主人公に対してね、どこかの星の、まあ、王女みたいなからね、これは佳子さんは言ったんじゃないですよ。あら、婚約者の相手のことを忘れるなんて、なんていうセリフがあったんですけども、これは僕は若い頃に、まあ、2002年か3年かそれぐらいの頃にね、職務、まあ、勤務地に、それを一緒に働きに来て言いに来た人もいたんですけども、その、グレンダイザー U の、その、告知のビデオを見てもらったら分かると思うんですが、もともと、グレンダイザーってね、UFO ロボっていうだけあって、UFO にロボットがね、こう、一緒にこう合体して、
乗って、まあ、移動していて途中で分離して、まあ、行動するみたいな形で現れたりするんですけども、そこでまあ同じ作者である永井豪さんのそのマジンガー Z が、一緒に出てきたりするんですけども、その UFO ロボのところでね、昔あったアニメですから、多分あのアニメができた後カップ焼きそばで UFO が出てきてると思うんですよ。でまあそのマジンガー Z とかもね、こう助けたりとか、その助ける相手のキャラクターとかをこう乗ってる小さな飛行機みたいなものをね、こう抱えて飛んだりしてるんですよ。でそれがね、見ていて UFO ロボじゃないですか。どうしても頭の中でカップ焼きそばの UFO の方で、ね、こう連想したりするんですよ。でそれを持ってこう大急ぎでこう飛んだりしてるところを見ると、ついつい頭の中で連想するのが、こうカップ焼きそばって3分間じゃないですか、湯入れて。でその湯切りをするのにね、こうまあ時間がこうオーバーした時とか、やばい、スープ焼きそばになるって、麺が伸び伸びになって、それで大急ぎで湯切りに行くようなところをどうしてもちょっと連想したりしてしまって、まあそれでまあそういうのを見て、家の中でこう結構こう大笑いしていたりだとか、まあその映像を見ていただいたらね、あの本当にそういう風に見えるっていうことでね、まあちょっと面白い動画にもなってるんですけども、まあ、ちゃんとグレイの皆さんはね、その会心の一撃っていうことで、会う心の一撃っていうことで、その曲作ってくれて、一応告知は2023年の12月にしてくれてるんですよ。だからグレイの皆さんとかもさすがに僕はね12月28日皇居行くって言ってたじゃないですか。でそれでまあそれに合わせて、まあ告知していた部分とグレンダイザー U っていう部分と、その会心の一撃っていうのと、であともう一つ気がかりなのは、その永井豪さんっていう作者の方の展示会場が石川県にどうやらあったみたいで、未来からの時間軸からの、まあ僕は一応ある程度の方に声かけしてるんですね。で避難を呼びかけて、能登半島の人たちを、避難させてほしいと、まあ、それは自主避難という形になるんですが、それはマスコミの人たちにもそうですし、例えば石川県出身の松井秀喜さん、元プロ野球選手と、現地で、野球教室の子どもたちにいろいろこう野球の仕方を教えに行ったりしてる時に、まあ、そのことを伝えてくれたりしてると思うんですよ。でその能登半島の地震が2024年1月1日に発生するということを見越して、グレンダイザー U とか、いつ放映するのかっていうその告知って以前も見たことあったと思うんですよ。でその放映するタイミングとかを今年にこうちょっとずらしてきて、放送される予定なんじゃないかなというようなところですね。まあまあ面白い話とかでしたらね、ホームページ淡井圭介の歴の一番から、ここまあ近日のところとかに書かれてる内容で、ゴジラ×キングコングとかで、キングコングの右手に装着されてるのはとか、そういうふうな話のところをまあ見ていただいたら、まあ、結構面白い話とかはあります。一応まあこの辺の話とかで何かこう、いつもはね外の天気とかもちょっと良くなったりとかするんですけども、まあこういうふうな話で関東の方が晴れていればなというところですね。まあ一応今日は天の神様へのお祈りで、まあ世界中のスポーツ関係者の皆さんが怪我をしませんようにというような内容を、お祈りしておきました。そういったところも影響はそれなりにあるんで、まあこれで東京の方が晴れたり気温が上がってくれたらなと思っています。基本的にまあ今日は北風で、ある程度の時間帯から東京の方もその
雨雲がなくなって晴れるような形になると思うんですけども、まあ、それがある程度の時間帯になってしまうので、夕方か夜みたいな、まあ、前日の放送ではそうだったんですけども、まあ、こういうふうな内容を YouTube にアップロードしたり、まあ、いつもは喋ってる段階で影響力っていうのが出てくるんですけども、まあ、もしそれでも東京の方が晴れてないんだったら、まあ、報道番組とかでいろいろ言ってみて、晴れたらなとは思っています。まあ、そういう方な方法も、ありますんで、結構ね、そういう時って笑い話とかでね、こう気が晴れの方とかで見渡す限り晴れになったりとか、まあそういうような、現象は見受けられています。やっぱりテレビに向かって喋らないとっていうことになってくるんですけども、まあそのあたりも、国会議員の人たちの方で喋、ったからといって、その日は眠りにくくなるっていうのは、あれはちょっとやめてほしいですね。あとはまあそうですね、その、もしバレンタインデー近辺の時に佳子さまが来てくれていて、まあ、皇居の方に連れて行ってくれていたとしたらっていう、もうまあそれで多分晴れてるとは思うんですけどね、今日で気温もそこそこ上がってるで、その結婚相手、希望相手を佳子さまっていう動画をアップロードして、で次の日に春山整骨院に来たものとかが、それだったらテレビに出れないですとか、出れないでもういいですかとか、なんかそういうふうな、出られませんよとか、なんかそういうふうなことを言い切れる人たちがいたんですけども、もうこうも時代の転換で、佳子さまが仮に僕と結婚したとしても、女系天皇になるわけじゃないじゃないですか。悠仁さまいらっしゃいますから。で、むしろテレビに僕は出て、今までの、さまざまな内容、良い内容も、まあ、多くの人間がその結婚、生き遅れてるっていうような状況とか、その無理設定だった部分とかも、すべて世間に公開して、今後どうしていくべきかっていうことをテレビで放送するべきだと思います。それがドラマ化だったり、まあアニメ化だったり、漫画化だったりだとか、映画化だったりだとか、まあそういうふうな形でですね、だからまあその辺のところでエネルギーの残存量問題とか、建てすぎてる建物の件だとか、まあそういうふうなところに関しては、新海誠監督に映画化していただけたら、まあいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあその辺のところは皇室の皆さんがどうお考えになられてるかだと思うんです。で、その羽生先生に来てる者たちが、そのテレビに出れる出れないに関してのことを言うんですけども、例えばイギリス王室だったら、お亡くなりになられました、その女王陛下、こう近年に。まあ確か、ちょっとこう映画に出てたりだとか、まあ世間に対して、まあちょっとした CM って言ったらいいんですかね、告知って言ったらいいんですかね、まあメッセージというか、そういったものとかもテレビで発信とか、短い短編映画、例えば数分間みたいなものを作ったりとかして、放映されたりとかしましたから、それとまあ国民の人たちとの距離を縮めるっていうような形で、まあ別に佳子さまは、女系天皇になるわけでもないし、まあそれによって皇室から離脱するのかどうかとか僕は分からないんですけども、まあ僕がテレビに出た方がやっぱりいいでしょうね。そのエネルギーの残存量問題に関しての節約の部分だとか。だからそれは今まで世界とどう政治経済や、スポーツ関係や良い話で関わってきたか。その辺のところをフルオープンにして、あとは、自主的な呼びかけでできるだけ車を乗るのはやめてくださいと。
みんな電車バス等で、ほとんどの人は移動できますと。エネルギーの残存量が、これぐらいでと。もうロシアの方は1万5000メートルもそこまで掘ってくれてますっていうこと で、それによって地面の空洞化によって地震が発生している部分もあると。まあこういうふうなことを、はっきりと、まあ石川県の能登半島に関しては以前から、まあそうだろうなっていうことは数年前から、警告しているメッセージは私の方で発しています。だからまあそういうふうな形で舵切っていくべきだと思いますね。これはまあ国会議員の内閣の方たちにも言っておいた方がいいかなと。で、もともと法を照らし合わせてみたとしても天皇陛下のその政治に関わってはダメだっていうような部分、関わらないっていうような部分が日本国憲法でありますけども、皇太子殿下の頃とか違うわけじゃないですか。で、実際その、成人様が、そのフィリピンだったと思いますけども、地下鉄を通すときに現場にこう入ってヘルメットかぶって、あれこれと、拷問されてたこととかあったと思うんですけども、まあ、どっからどこまで、その、まあ政治に関わるとかそういう部分はあるかと思うんですけども、それは天皇陛下ではなくて皇太子殿下という時に、行ったことであって、で、それはそのエネルギーの残存量問題とかも意識されての行動だと思うんですが、結局電気自動車をっていう方向であるんであれば、電車があると。まあバッテリーの原材料のこととかもありますし、まあ車の生産量に関しては世界中で100分の1まで低下させて、まあそれを10年、20年ぐらい経過させて、世の中どうなるかっていうところまで見てみなきゃわからないんですけども、例えば僕は話す内容に関しても、まあそこそこちょっと面白い話とかもあると、まあハリウッドの関わり合いだったりとか、日本のまあ漫画、アニメ、ゲームでもそうですけども、だからそういうような部分とかも世に公表することによって、まあ、1割面白い話ぐらいで残り9割は真面目に、大事な話っていう形で、まあ進めていくんですけども、ちょっと今何か電波でコウモっていう声が聞こえてきたんですけども、それは皇室の方の声ではないですね。男性の方の声で、宮内庁の方かなとは思うんですけども、まあ、その辺のところは、晴山整骨院の人間にどうこう言われたから決めるっていうことじゃなくて、その、佳子さま、まあ、結婚祝いで佳子さまっていうことを言ったときにそういうことを言ってきましたから、まあ、その、佳子さまと仮に結婚したとして、テレビに出る出ないに関しては、それは佳子さまとか、まあ、皇室の方たち、もしくは、内閣の人たち、宮内庁の人たちの、意見を聞いて、どうするかっていうことを考えるべきであって、世の中やっぱり何か変えていかなきゃならない部分は変えていかなきゃならないで、まあ、災害被災地に寄り添うのは、まあ、陛下の仕事として、で、まあ、それ以外の宮家の人たちの部分で、じゃあどこからどこまでがっていうところを考えて、していいことと悪いこと、どちらにしてもニュースで、まあ、皇室の方たちは、ニュースになる部分があると。あ、もうそれ考えたら、本当はあんまり、そういうところこだわるべきではない。自由な行動で。むしろ、行うべきことの内容で物事を見るべきだと思うんです。何に関しても。政治家の人たちもそうですし。大きな大企業とかの人たちもそうですし、一般人の人たちもそうですし、本当にいる仕事なのかそうじゃないのかっていうところ。あとは給付金で賄っていけばいいし、まあ低所得者の人たち。で、雇用助成金とかもやめた方がいいと。だからまあそういうふうな形で、もともと家か車かどちらかっていうのが一般人の世界ですから、だからそういうふうなところとかも踏まえて、社会に出て、いや、社会に出てじゃなくて、テレビに出て、そういうことも伝えて。で、まあ、僕としては、まあ、エネルギー庁に民間人として、雇ってもらうような形になるのか。まあ、特許の部分はあるじゃないですか。河川、水門、海式、玉発電、地下水流、トンネル発電。まあ、それが、佳子さまと結婚することによって、そちらの方で、便利さんとかつけてもらっ
って、通すだとか、そういうような形もあるのかなと、まあ、ちょっと考慮しつつ、一応今、僕のホームページの方では、特許関係のところに、僕の方にできることとしては、今これぐらいが限界で、あとは弁理士さんたちにお任せしますと、文章を作ったりするの。まあ、そういうふうなことを記載していて、その代わり、その特許に関しては国持ちで、入ってくる特許費用は国というような形でもいいということを一応記載してるんですよ。それを皇室が持つような形でもいいんじゃないかなと思ってます。それによって、まあ、皇室の人たちの、公務は税金から出てると、インターネット上ではなっています。だその辺のところが、財源、河川水門回収玉発電のところが財源になったらいいんじゃないかなと思います。あとは、かまど発電とか、馬込発電とか、いろんなものがありますけども、その辺のところとかも、皇室持ちにした方がいいのか、その辺のところも、ちょっと話し合ってみたいなとは思っています。これは佳子さまとの結婚が全く、ないということであれば、その国持ちという方向で進んでいけたらなと、思っています。あとは、どうしても私事になりますが、その佳子さまとの結婚でね、僕からの、伝えた提案の中で、眞子さまと佳子さまを、そのダブル披露宴だとか、そういったことをね、笑顔で話されたりしていたので、佳子さまも僕との結婚っていうのは、だいぶ意識されてるんじゃないかなとは思っています。初恋の人が僕ということも、心の声と、反応の受け答えで、しっかりと確認してますし、紀子さまも、家族になったら助けますっていうようなことも、おっしゃってくれてましたし、他にもいろんなこといっぱいおっしゃってくれてるんですけども、ただその辺のところで僕は、そういうような未来を、たどり着けたらいいなと、幸せになれるなと、思ったりもしています。あとはちょっと気になるところは、ふみひと様のこととかもちょっと動画で言ったときに、電波で聞こえてきた声が、ふみひと様の声で聞こえてきたので、動画を見られたときに何か思っての声だったのかなと思って言っておいたんですけども、その後、ふみひと様の声が、テレビを見てるときに聞こえてきて、あれこれと考えたときに、で、体温が僕の方に来ていたりだとか、その辺のところで、ご体調の方は、佳子様にしても、ふみひと様にしても大丈夫かなというところですね。私の方としての懸念は。もっと何か大笑いするような話とかあったらよかったんですけどね。寝起きでね、ちょっと頭回らないんですよ。でも時間的に早く動画をアップロードした方がいいんじゃないかなとか、そんな形で、とにかく撮影することを優先して、動画を撮影してみました。今年一年、なる人様の、今日が確か金が新年の挨拶の日だったと思いますので、皇室ご一同の皆さんへのメッセージとして、今年一年、良い年にお互いになれば、いいんじゃないかなと、思っています。それでは、この辺で、メッセージ終了させていただきます。本日はご結婚おめでとうございました。面白い話といえば、公務の、こけしの件とかね、覚えてらっしゃったら、そういうふうなところを思い出していただいて、あとはホームページで、面白い話ってのはちょこちょこっといろんなところにあるんですけども、漫画ワンピースに関してもだいぶ関わってるんですけども、それはさすがに漫画見なかったらわからないんで
まあ、成人さん見られる方かな、どうかなとか思ったりするんですか。あ、そうそう、思い出しました。世界の片隅でっていう、その、第二次世界大戦を題材にした映画があったじゃないですか。まあ、あれに関してはね、僕は一番びっくりしました。その、提案として、公募として、まあ、良い映画だと聞いてるんで、真面目な。まあ、皇室の方たちも見に行かれたらどうですかっていうことを提案してたんですよ。で、僕が見たのは、レンタルショップに、DVD のレンタルとして並ぶようになって、それを借りて、見て、初めて、内容を知るんですけども、一番最初に、最後に、その、ヒロインというか、まあ主人公というか、女性の方が、天皇陛下バカ野郎って言ってるのを見て、負けるんだったら最初から戦争するなっていうことって言って、しまったそんなセリフがあるって思わなかったから、これ現場で天皇陛下。試写会で周りにこういろいろいろんな方がいらっしゃる中で見に行かれたじゃないですか。あの文言聞かされた時に、これはまずいチョイスをしてしまったなと。これ新海誠監督の方の映画を進めた方が良かったんちゃうかなと、まあ、そう思いましたね。あと、まあ、スズメの涙という映画に関しては、今回の能登半島の、震源地が、珠洲市じゃないですか。だから珠洲市のその C の部分を取ってスズメの涙っていうワードにしたんだと思います。まあ、映画の構成上九州の方とか、まあ、四国を渡って神戸とか、まあ、被災地であるところだとか、そういったところの内容を、組み込んで映画の、撮影っていうものをあらかじめ、数年前から頼んでいて、で、片や東日本大震災ですごく僕は、インパクトに残ったのは、津波で、津波かもしくは、家屋の倒壊で、親が、まあ、流されたか、もしくは生き埋めになってるっていうような状況の中でね、見渡す限り瓦礫の中で、女の子が、大泣きしてると、まあ、そういうふうなシーンとかも、入れていただいたりだとか、それはもともとは、まあ、私の方からの、提案していた部分であって、まあ十中八九スズメの涙という新海誠監督の自身を題材にした映画なんですけども、それはまあ未来からの時間軸からの声掛け等によって、いろんな人たちと、テレビ局を経由して情報を、確認し合って、まあ、作られた映画だったんだなということが、私の方の見解です。以上です。今なんか電波で長いわっていうような声が、ナルトさんじゃないですよ。あの別の方の声で、聞こえてきたんですけども、まあその辺のところはね、コンピューターの、まあチョイスされてる音声じゃないかなとは思うんですけども、心の声の。まあ一応、まあ、ナルト様たちの声に、耳に届いてるかっていう部分で、まあ映画のご説明とかさせていただきました。それでは、長い間ご視聴ありがとうございました。皇室の皆さん、成人様、誕生日、おめでとうございます。他の皇室の方たち、メッセージ、たまに忘れてる時ありますけども、誕生日の日。まあ、いろいろこっちもこう、いろんなことを、動画撮影したりだとか、いろいろ調べたりだとか。まあそんなあれこれで、まあ、ちゃんとね、遊んでる時間を作ったりとかしてるんですけども、まあ今日もね、ちょっと遊ぼうかなとは思っています。まあそれによって、晴れる時は晴れてますんで、一気に、まあ例えば、どうでしたら、今のところ、まあ神戸の方も、まあこういう曇り空でね、まあ、昨日の晩も雨が降ってたんですけども、晴
晴れる時はね、まあ一気に晴れてます。それはホームページ YKSK の履歴の一番からもアクセスできるようにしてるんですけども、まあ、佳子様や淡井圭介と結婚話をした人たちや国会議員の方たち、音楽業界やスポーツ業界の方たちへのメッセージというところで、その後のあの題名のところに、天気についてみたいな、ワードも入れてるものがあるんですけども、まあ、567 だと思います。その、佳子さまや結婚話をされた人たちへのメッセージの、そこで僕はどういうふうなことを喋っていて、まあ、天気がどういうふうになってるのか、一瞬で、もともとはこれぐらいの曇り空が晴天になって、ほぼ、雲がないような状態、見渡す限り。で、その後、の喋ってる内容を聞いていただいて分かるんですけども、まあそれによって、その後、雨になってると。それはいちいちで撮影してるんですよ。で、それまでの時間の間が、その3つの動画の撮影の間の時間が5時間あるかどうかなんですね。それで一気に天気が急激に変わってるから、そういうところを見てもらったら、その僕の言ってるところ、まあ信憑性を持っていただけるんじゃないかなと思います。まあ防災特化型ということで。まあ今日もいろいろ対応していきたいなと思います。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。なる人様お誕生日おめでとうございます。今年も良い一年、なる人様とこうしてご一同、過ごせますようにと。まあ特に佳子様僕からの心の声とかいよいよ聞こえてくるとは思いますけど、まあやっぱり好き好き言ったりとかしてると思います。まあそれによって佳子様の口元がね、こう、アヒル口になったりとかしてるんですけど、やっぱりあれは聞こえていてそうなってるのか、自然と口元がそういう風になってるのか、まあ他の方も聞こえてるときは聞こえてるでしょうから、それで、みたいな形で、まあ、ああいうふうなアヒル口になっているのか。まあ、その辺は、まあ、聞いてみたいところではあるんですけど。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。今回は、この辺で、動画の撮影終了したいと思います。